単に仮置き場から焼却炉への直行ではなくてですね、間にその分別から、それからあと独特の作業としては圧縮梱包といって、飛散しないようなビニールでラッピングしていると考えていただければいいんです。ベールにするんですけれども、ベール品を作成するとこういうようなプロセスを経てですね、県の焼却施設が稼働しましたらそちらの方へ順次出すと。災害等の廃棄物のですね、おそらく7割以上はすでに圧縮梱包などのその分別作業などが終わっていると、もう8割いってるかと思います。でこのままいきますとですね、今年の10月末にはその中間処理の工程まで一巡するのかなと。焼却完了、さらにはその焼却灰の最終処分場への搬入ですね、そういったものまでを入れるといつまでというのはちょっと今お答えしづらい状況にはございます。市としては早急に災害公営住宅の建築に着手しようということで、すでに今設計が始まっている段階になっています。多賀城はやっぱり土地がないものですから、中高層のいわゆるマンションタイプの災害公営住宅ということなので、ちょっと建築に年数がかかってしまう。26年度当初を、目標に、建築の準備を進めているというところです。例えば1階をピロティ駐車場にしたりして、2階以上に居住スペースを設ける。もう一つ考えているのは、近くにその保育所が被災しているので、それも一緒に合築をして、で場合によっては本地津波のような津波が来た時にはそこのに避難スペースを設けて、地区外の人も避難ビルとして受け入れられるように今考えているところです。で我々この重点の柱の一つに、その住まいの再建とそれから雇用の確保というものを掲げております。被災地ならではの産業をここでしていこうかと。多賀城にはソニー仙台のテクノロジーセンターがあったんですけれども、若干そこが規模が縮小されるということで工場の空きが出たんですね。その空き地を利用して、復興パークという形で被災者あるいは研究者のインキュベート施設ということで受け皿を今設けています。いわゆる減災の試みをされる方、これから の災害に対応できるような何か研究をする方に対して、家賃補助をして育てていきましょうと。でそれを世界に、ここで被災したからこそこういう産業が生まれたんですよということを発信していきたいというふうに考えています。この10年後に、皆様のおかげでこの町がこんなに変わったんだよというところを皆さんにお伝えしていければというふうに考えているところです。